チョン君普段はどこで練習されてるんですか？いやでもいろんなことやってますね。そうですね、いろいろ。まだ決まったジムがあってね、インスタグラム見てるんですけど、めっちゃいろんな練習してるなっていうのを知ってて、でめちゃくちゃボクシングが普通にうまい、なんか動き方とかボクシングできる人のことしてるから、うん、マジ普通に強いなと思って。多分今までそのやってきたブレイキングダウン関係、はいはい、戦った人、まあ、例えばコミオとか、はい、まあ、コミオとかよりは全然強い。コメはほんまに一緒に弱い。あいつは俺さ、言っとこう、ほんまに。それ営業部かもしれんけど、なんだろう、でも俺のこと言ってるのかよ、言ってる割にほんまに弱い。ションくんは強い、コメは弱い。出てるからいつも言ってるから。言ってて、言ってない。言ってない。てか、ルキア君会場来てなさすぎて、その2人しか知らんのちゃう。いや、知ってる、知ってる。まさか、今、支払われようって。イハラ君知ってるんや。いなかった。もうクビっすよ。なんかツイッターで見る。あつか。ツイッターで見る。あとまあ久保田も弱い。あいつも。なんであんなにいるの？あんなに。え、コラボしてたよね。コラボさせてもらって、それこそキャンディージムが前のところ、うんうん、でコラボさせてもらったけど、あいつはほんまに弱い。ほんまに。なんであんなにいけるんだっていうちょっと疑問で仕方ない。まあでもあの。ケイノスケさんにとちょっと溝着マッチしたのはちょっと男らしかった、うん、だからまあ久保田君はまだまあまあまあ、なるほど、ちょっとまあいい筋通したかなっていう。なるほど、うん、米はほんまに弱い。でも見に行ったんよ、テレビの3人で、はい、でまあなんか東京来たしちょっと案内しますよみたいな、まあ、ちょっとクラブ行ったんよ、ちょっと関係ない話しそう、はい、そしたらなんかシャンパンとかが勝手に来て、はいはい、俺頼んだっけの、テレビのところでこう顔を見てニヤニヤしとったんよ。ほんじゃ書いて、テレ君払わされたっていう。勝手にシャンパンこういうようにしたよ。テレ君の会計払わされて、今俺もハンガー出して、でその次バー行って、でテキーラめっちゃバー来て、まだこれ来とるなと思って。じゃあコミオなんか途中でちょっと俺払ったんで帰りますみたいな感じ言ったかどうか分からんけど、もうおらんくなって、で会計全部俺が払ったんですよ。マジでさ、あいつムカつくんですよ。弱いくさに会計払えよ。会計何倍やったんその場。俺さっき帰ったんやけど、バーは10なかなか行くな。バーで米をこのジムにさらいますか。このジムにさらん。